それじゃあ私はここで。ありがとう千里ちゃん、途中まで一緒に来てくれて。いいのよ、私もこれから仕事だったから。部活今日で最後なのよね。うん、夏休みが明けたら3年生は忙しくなるから、今日で実質引退って感じかな。そう、寂しくなるわね。うん、花女に入って今日まで続けてきたから。カノンにとって居心地のいい場所だったのかもしれないわね。うん、もうすぐ夏休みが終わって秋が来て、私たちの高校生活ももうあまり残されていないわね。こうやって制服を着てセミの声を聞くことも。それじゃあ私行くわね。うん、バンド頑張ってね。それじゃあね、カノン。バイバイ。行こう、最後の部活。さて、畳の掃除も終わりましたし、あとは茶道具を。あ、松原先輩。こんにちは、イブちゃん。いかがでしょうか、私の立てたお茶は。うん、とっても美味しかったよ。最後の日にイブちゃんの立てたお茶が飲めてよかった。松原先輩にそう言ってもらえて嬉しいです。なんだかこの部室ともお別れだと思うと寂しいな。またいつでも遊びに来てください。あ、この畳のシミ覚えてますか？もちろんだよ。イブちゃんが入部したての時に二人でお茶をこぼしちゃって顧問の先生に怒られたね。あの時畳よりも真っ先に私の制服を拭いてくれて、とっても優しい先輩だと思いました。イブちゃんとは一緒にお茶菓子を買いに行ったりして、帰り道に雑貨屋さんでシュシュを買ったね。あのシュシュ今でもよくつけています。松原先輩との大切な思い出なので。思い返せばたまにここに部活に来るだけだったから、イブちゃんとはいっぱいおしゃべりできた気がするよ。ここはやっぱり落ち着くな。部活は楽しかったから。え？部活は、ですか？あ、その、今のは聞かなかったことにして。こう。イブちゃん、バンドは楽しい？はい、もちろんです。そっか。あのさ、イブちゃんにこの話、したかな？ん？私、いつか誰かとバンドができたらいいなって思って、ドラムを始めたんだけど、全然上手くならなくて、それで結局、諦めちゃったんだ。もしあの時、スネアを売ってなかったら、私も、イブちゃんみたいにまっすぐに笑えてたのかなって、時々思うんだ。バンド、やってみたかったな。でも、もう遅いよね。本当に、今からだと遅いんですか？え？私、知ってます。松原先輩のカバンに、いつもスティックケースが入っていたこと。スネアは売ったけど、まだ諦めきれなかったんですよね。いつか、いいえ、いつでもドラムが叩けるように、バンドが組めるように。イブちゃん。松原先輩、
何かを始めるのに遅すぎることなんてありません。諦めない限り、いつだって何度だってやり直すことができます。これまでの時間が無意味だったなんてこと絶対にありません。辛かった時間があった分、これからを大切にできるはずです。だから今日、ここから始めてみませんか。松原先輩の本当の高校生活を。こんな何にもない私にこんなに熱い言葉をかけてくれる人がいるんだ。なのに私はじゃあ私そろそろ帰るね。松原先輩、どこに。ありがとう、イブちゃん。